ナイジェル・ブラッドハムは、フロリダ州クローフォードビル出身のアメリカンフットボール、選手。現在 NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属している。ポジションはラインバッカー。高校2年時には145タックル、8サック、4インターセプト、2TD。3年時には145タックル、12サック、4TD を挙げた。高校3年間で430タックル以上、20サックを挙げた。 彼は、パレード、スパーアップレップ、USA トゥデイなどから、オールアメリカンに選ばれた。2008年の US アーミーアメリカンボールで4、タックルを上げて、ホールトロフィーのファイナリストにも選ばれた。ライバルズ .com には5つ星の評価をされ、アウトサイドラインバッカーとしては1位に、ランクされた。高校在学中の2008年、CSTV のトム・レミングより、 デリック・ブルックスと比較され、高く評価された。多くの大学から奨学金のオファーを受けていたが、2007年4月、フロリダ州立大学への進学を決断した。大学1年時の2008年は、ローテーションで起用され、主にウィークサイドのラインバッカーとしてプレーした。マイアミ大学戦で初先発を果たした。この年29タックルを挙げた。 二年時の2009年には12試合に先発出場し、チームトップの93タックル、2サック、1インターセプト、2ファンブルリカバーを挙げた。この年、カレッジフットボールニュースより、2年生のオールアメリカンに選ばれた。三年時の2010年には、全14試合に先発出場、チームトップの98タックル、5サックを挙げた。四年時の2011年には、 チームキャプテンを務め、86タックルを上げて、全米4位にランクされるディフェンスを率いた。2年次から4年次までは37試合に先発出場し、3年連続でチーム1のタックルを上げた。フロリダ州立大学の選手で3年連続チーム1のタックルを上げたことは、1990年から1992年に在籍したマービン・ジョーンズ以来のことであった。 ビルズ時代のブラッドハム2012年の NFL ドラフト4100位でバッファロービルズに指名されて入団した。プロ入りまではストロングサイドラインバッカーを務めたことがないがポテンシャルの高さからビルズのチャン・エイリーヘッドコーチらからウィークサイドだけでなくストロングサイドでの起用が検討された。5月10日、ビルズと4年256万ドルで契約を結んだトレーニングキャンプでは アーサー・モーツ、クリス・ホワイト、タンク・カーダー、ブライアン・スコット、ダニー・バッテンとロースター・スポットを争い、ストロング・サイド・ LB のモーツの控えとなった。第6週のアリゾナ・カージナルス戦で、初先発を果たした。第17週のニューヨーク・ジェッツ戦で、シーズン最多の11タックルを挙げた。チームは6勝10敗で、プレーオフ出場を逃し、チャン・エリーヘッドコーチは解任された。 この年彼は先発11試合を含む全16試合に出場し57タックルを挙げた。2013年インディアナポリスコルツにトレードされたケルビン・シェパードの後釜としてミドルラインバッカーとして期待された。新人のキコ・アロンゾ、モーツ、スコットとのポジション争いの結果、ダグマローンヘッドコーチからアウトサイドラインバッカーのモーツ、マニーローソンの控えとなった。 この年は、第14週のタンパベイバッカニアーズ戦で、初めて先発出場したが、翌週は再び控えとなった。第17週のニューイングランドペイトリオッツ戦で、シーズン最多の10タックルを挙げた。この年、全16試合に出場し、51タックルを挙げた。2014年、アロンゾが ACL を断裂、モーツはフリーエージェントでピッツバーグスーラーに去り、ローソンは、 ディフェンシブエンドにコンバートされ、先発ウィークサイドラインバッカーと期待された。7月30日に、前年8月のマリファナ不法所持に対して、NFL から1試合の出場停止処分が課された。この年、キース・リバース、ブランドン・スパイクスと共に先発 LB を務めた。第3週のサンディエゴ・チャージャーズ戦で、シーズン最多の12タックルを挙げた。第4週のヒューストン・テキサズ戦では、 元チームメイトのライアン・フィッツパトリックを相手に1.5サック、1インターセプトを挙げた。第3球にインターセプトした際、負傷してその試合の残り、翌週のデトロイト・ライオンズ戦を欠場した。第10週のニューヨーク・ジェッツ戦で、シーズン最多の10ソロタックルを挙げた。第13週のクリーブランド・ブラウンズ戦では、シーズン最多の12タックルを挙げた。この年試合に先発出場し、 自己ベストの104タックル、2.5サック、1インターセプトを挙げた。チームは9勝7敗で終わり、翌年1月1日に、ダグマローンヘッドコーチは辞任した。ジムシュールズに代わって、デニス・サーマンが守備コーディネーターに就任、これまでの4から3ディフェンスから3から4ディフェンスに、システムを変えた。レックス・ライアンヘッドコーチより、プレストン・ブラウンと共に先発インサイドラインバッカーに、 指名された。インディアナポリス・コルツとの開幕戦では8タックルを上げるともにアンドリュー・ラックをサックした。第4週のニューヨーク・ジャイアンツ戦ではシーズン最多の8タックルを上げた。11月29日のカンザス・シティ・チーフス戦で足首を負傷したためシーズン最後の5試合を欠場した。この年11試合に先発出場し59タックル1サックを上げた。 ビルズでの4シーズンで彼は38試合の先発出場を含む57試合に出場し、242タックル、3.5サック、2ファンブルフォース、1インターセプトを挙げた。シーズン終了後、無制限フリーエージェントとなり、フィラデルフィア・イーグルス、タンパベイ・バッカニャーズ、クリーブランド・ブラウンズ、ジャクソン・ビル・ジャガーズが彼に興味を持った。2016年3月9日、 フィラデルフィア・イーグルスと2年700万ドルで契約を結んだ。イーグルスの守備コーディネーターはジム・シュールズであり、2014年、ブラッドハムは彼の下でプレーしていた。この年、ストロングサイドラインバッカーにブラッドハム、ウィークサイドラインバッカーにマイカル・ケンドリクス、ミドルラインバッカーにジョーダン・ヒックスが先発として起用された。第二週のシカゴ・ベアーズ戦では、第3球に、 J. カトラーのパスをインターセプト、カトラーは、そのプレーで、ブライアン・ホイヤーと交代させられたた。第7週のミネソタ・バイキングス戦では7タックル、1サックの活躍でチームは21から10と勝利した。第16週のニューヨーク・ジャイアンツ戦では、シーズン最多の14タックルを挙げた。この年、全16試合に先発出場し、102タックル、2サック、1インターセプトを挙げた。 ランディフェンス、パスディフェンスいずれでも活躍した彼はプロフットボールフォーカスからこの年の LB の中で NFL9 位に評価された2017年もケンドリクス、ヒックスと共に先発 LB を務めた。10月23日のワシントンレッドスキンズ戦でヒックスがアキレス腱を断裂しシーズン絶望となってからは最も信頼される LB であった。 第15週のニューヨークジャイアンツ戦でシーズン最多の11タックルを挙げた。イーグルスはプレーオフの第1シードをすでに確保したため最終週のダラスカウボーイズは欠場した。チームは13勝3敗で NFC 東地区優勝、プレーオフのホームフィールドアドバンテージを得た。1月13日のアトランタファルコンズ戦で自身初のプレーオフに出場4タックル。 1>, 1サックでチームは15から10で勝利した。NFC チャンピオンシップゲームで、ミネソタバイキングスに38から7で勝利。第52回スーパーボールでは7タックルを挙げ、チームは41から33で、ニューイングランドペトリオッツを破った。2018年3月14日、イーグルスと5年4000万ドルで契約を結んだ。6月29日、 NFL より2016年7月にマイアミビーチの警察に逮捕された行為を理由に開幕から1試合の出場停止処分を受けた。優れた LB であるが2017年までのシーズンでわずかにインターセプトしかしておらず2017年シーズンには何度もインターセプトの機会を逃している。2017年7月ホテルで起こした事件で暴行及び脅迫の過重罪で逮捕された。 さらに、同年10月3日、銃の不法所持を理由に、マイアミ国際空港で逮捕された。ありがとうございます。